35年間軍用の超音速機を開発してきた男がジェットコースターの設計か。泣けるね。君のパパは天才だ。とっても器用なのよ。つまんねえ。改良の余地ありまくりだ。ベイビーちゃん、お疲れ様。うん、どうだった？ダメだあれじゃ、おいフランク、おったまげたな。何しに来た？ジェリー、この先1ヶ月半予定は空いてないか？一緒に宇宙へ行ってほしいんだ。いつかおぼけ遊ばすと思ってたが、老人性痴呆症だ。40年前のことはしっかり記憶にあっても、今朝の朝飯を忘れてる。フランク・コービン、仕事仲間のシェリーだ。仕事仲間？実はね。で、今朝何食った？あー、待ってくれ。トルティーヤと卵の白身だけを焼いたやつ、それからカフェイン抜きのカプチーノ飲んだが、かわいさ恐ろしくまずかった。宇宙へ行くとか言ってたな。それは何のこった？やめよ。 NASA と交わした契約書だ。それ老眼鏡か？字を読む時だけだ。それに映画と運転、散歩もだ。たまげたな、こいつはまた。来るだろ。もちろんだ。行くとも。ダイダロスの仲間とまた飛べるとはな。ホークのやつ死ぬほど喜んだろう。それがホークにはまだ話してないんだ。正直言ってホークとはずっと会ってない。まだお子様みたいにいがみ合ってるわけ？白髪とシワだらけのじいさんのくせに。35年間軍で超音速機を開発してきた男がジェットコースターの設計か。大したもんだ。パパもなかなかやるな。私もそう思うわ。ダメだ、もう少し手を加えないとな。お待たせ。お疲れ。上出来よ。あれじゃダメだ。そう？フラン、驚いたな。一体どうした？いや、ジェリー、1ヶ月半ほど予定を空けられるか。 NASA が宇宙へ行かせてくれるんだ。一番先にボケるのは誰かと思ってたら地方省だよ。40年も前のことははっきりしてても、今朝は何を食べたか思い出せない。フランク・ホービン、同僚のシェリー、よろしく。どうも。朝食は何だった？今朝はベジタリアン用のメキシコ料理だ。卵は白身だけ、それとトルティーヤ、それから鼻と舌がひん曲がりそうなカフェイン抜きのカプチーノだ。一体どういうことだ、NASA が？これを見ろ。この件の契約書だ。おい、老眼鏡か？読む時だけだ。あと映画と運転と散歩の時も。参ったな、よこんな契約を。やるだろ。やるかって？もちろん。まさかまたチームダイダロスで飛べるとはな。ホークのやつ飛んで喜んだだろう。実はあいつにはまだ話してないんだ。というか長いこと口も聞いてなくて。もう十分いい年なんだから、子供の喧嘩みたいな真似やめろや。